2012年に第1回を開催しているフォトテクニックデジタル主催の写真集コンテスト、私的写真集選手権。プロはまとわず一般流通していないことや個人で制作した写真集などを条件に公募しているコンテスト。毎年4名の審査員、小林元之さん、松田忠夫さん、北条利政さん、フォトテクニックデジタル編集長の藤井隆樹さんの4名で審査を行っています。私的写真集選手権第7回は77作品の応募があり、その中で最優秀賞作品が1作品、準優勝作品が2作品、その他松田忠夫賞や小林元之賞、フォトジェニ賞を含む計9作品が決定いたしました。今からご紹介していきます。モデル賞ゆりかさん、グッドモーニングマイフェアレディ。モデル賞ちはるさん、アンサー。フォトジェニ賞ステージアクトレス、浅川秀也さんです。2018年北区 AKT ステージに第6期生として入団した女優井上玲也をモデルにした作品、撮影地は新潟、東京、神奈川。フォトジェニ賞私の好きな色、松金大輝さんです。猫のように誘うように、まどろむように諦めたように、静かで緩やかな時間の中に息づくモデル、マミコ。ひとかけらの笑顔も覗かせない彼女の確かな存在感と魅力が程よく香る一冊。フォトジェニ賞 with life Y さんです。永遠とも思われたつつましくも幸せな君との時間、しかし季節は移ろい、その永遠にノイズが走った。僕と君が過ごした切なくて感傷的な二人の記録。フォトジェニ賞ロード、それぞれの道、野村源さんです。外食産業でアルバイトする外国人や日本人の学生たち、ほんのわずかなひととき、共に働く仲間として絆を感じながら、またそれぞれの道へと去っていく、そんな刹那的な出会いによって生まれた一冊。松田忠夫賞水場、トポッキー、流し台、洗面所、浴槽、生活感が充満する水場で捉えた女性たちの素顔と素肌と死体。小林元之賞愛子さん、宮本亮さんです。祖母の愛子さんを捉えた写真集、ラフな T シャツ姿かと思えばスカーフに巻いてワインをたしなむ、その邪気のないつぶらな瞳を眺めているうちに、著者が祖母を記録したかったのではなく、チャーミングな女性愛子さんを捉えたかったんだということに、あなたもきっと気づくはず。準優勝作品はエモーショナルナイト、ソイさんです。撮影者と筆写体という関係を解消することになった2018年春、共に過ごした時間を振り返り、思い出と感謝の気持ちを写真と文章で表した一冊。準優勝作品は吉原灯籠記、哲郎さんです。吉原のソープランド街とソープ場とのプレイを滑車したルポルタージュ的な野心作。第7回私的写真集選手権最優秀賞作品はザ・壁フォトグラフィー。第7回の最優秀賞作品はネイジンさんのザ・壁フォトグラフィー。 iPhone で撮影し、 iPhone 用アプリで加工した作品で囲まれた壁が主役の写真集。選考ではインスタレーションみたいなカテゴリーも超越してる、最後まで飽きさせないと満場一致で最優秀賞に選出された。撮影地は新潟、東京、神奈川。